引き続き日本海側では雪の量の増加に注意が必要です。午前6時のアメダスの積雪深の状況です。この24時間で、北陸などを中心に80センチ以上の積雪増加となり、今シーズン一番の、1日あたりの積雪量となったところも多くなっています。そして雪雲流れ込んでいて、6時の時点では名古屋の気象台でも1センチの積雪を再度観測しているような状況です。今後の降水の予想、中部から近畿北部を中心に見ていきますけれども、特にこの周辺ですけれども、日本海の収束帯 JPCZ の雪雲が断続的に流れ込みやすい状況となっています。特に北陸の山沿い、こちらの方面では積雪量の増加を引き続き警戒が必要です。また名古屋方面などにも断続的に今夜にかけて雪雲を流れ込みやすい状況となります。特に目先、朝のうちまでが注意の必要な状況となりますけれども、さらに名古屋市周辺でも 1,2 センチ程度の積雪の増加あり得る状況となっています。今後予想される積雪の増加量、明日の朝6時にかけてというところになりますが、特に多く予想されていますのが北陸地方山沿い、多いところでは60センチから70センチぐらいの増加が見込まれます。近畿北部や山陰エリアでも5、60センチの積雪増となるところもあるかもしれません。関ヶ原周辺でもまだまだ雪の量増えていく状況となります。名古屋周辺、太平洋側への流れ込みの方にも引き続き注意をしてください。朝のうち気温の低い時間帯は太平洋側のエリアでも路面状態の悪化には引き続き注意をしていただければと思います。最新の情報はウェザーニュースのアプリからもご確認いただけます。